どんだけ偉いの？ふみのさん、偉さを教えてあげようか。僕が、この唯我の破天荒放送室でどれだけ偉いのか、教えてあげる？あなたがもしかして勘違いしてるだけだよ、ふみのさん。僕がこの唯我の破天荒放送室でどれだけ偉いのか？お前をブロックする権利があるぐらい偉い。どう？ふみのちゃん。僕がどれだけ偉いのか？ここじゃ天皇以上だよ。どう？天皇陛下はお前をこの日本からいなくさせることはできないけど、僕はポチッと、白や、はい、ブロックでーす。本人がね、これしょうがないでしょ？本人が、白やと書いてんだから。ブロックでーす。はい。文野くん。まあ、威勢がいいことはいいよ。僕、天皇以上だから。この唯我の破天荒放送をやってる限りは。はい、起動音、ブロックでーす。天皇以上出せな、ね、よ。ゆっくん、俺に命令してんの？この流れだとブロックかな。邪魔なんだよ、初見。こんなやつに花火は飛まない？俺みたいな人間には？トシ、こんなやつに花火は飛まない？あ、そうかもな。僕みたいなやつには花火飛ばないかもな。確かに。あら！ありがとうございます！特命さん、ありがとうございます。花火が飛びましたよ。あららららら。あらら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 。ありがとうございます。花火ありがとうございます。ハート花火ありがとうございます。 I'm sorry、 ヒゲ sorry、 花火が今年もいっぱい飛んでる。ありがとう。すいません。すいません。誰花火飛ばないって言ったの？トシ君。トシ君。しかもお前、うちの弟と名前が一緒だっての気に食わねえな。トシ君。トシ君。すいません。14発飛んでます。さあせん。14発飛んでるんすけど。はい、トシ君ブロックでーす。なんでかっていうと、うちの弟と名前がかぶってるから。めんどくさい。うちのね、弟と名前がかぶってるからブロックでーす。どこだ、トシ君。ブロックブロック。名前がかぶってんだって。こいつか。ありがとうこす。ありがとう。さあせんね。トシ君見逃したな。いいや、見逃してやろう。すいませんね。ありがとうございます。ネムネム10発ありがとう。あららららららら。ごめんね。
もう僕にアンチコメント打つ人、こうやってね、花火を飛ばす人がいっぱいいるのよ。ごめん。ごめん。僕のことを煽れば煽るほど、花火の雨が飛ぶ。ラックン、999個の風船をありがとう。あんまおんねん方がいいよ、俺のこと。ほんとに。あんま舐めない方がいいよ、ほんとに。ガンちゃんいらっしゃい。お花火10発即命？おお、ありがとう。あらまず。すいません。48分で2万円稼いでしまって。すいませんね。48分で2万円稼いでしまって申し訳ございません。本当に。時給計算で言うと2万円です。すいません。申し訳ございません。皆さんが時給2万円稼げるかな？ねえ、本当にアンチさん。お願いしますよ。バカだ、あ、フラットバーではね、フラットバーではうちね、花火100発からだから。勝つつけた。あ、昨日もありがとう。うちね、あのフラットバー、あの、うなちゃんマンは500円でしょ ?500 円で、あいつをこうやって、決まったってやるけど、俺ね、あらす安くねえから。俺安くねえから、100発。あいつは1発だから。時給2万円はサラマンしか無理。だから、たかちゃん、時給2万円を俺、あれだよ、2時間かかったわ。うん、サラマンは。引っ越ししたいんだよね。引っ越しね。まあ、場所的には、埼玉か、袋周辺、赤羽とかでもいいし。で、ちょっと話をお題戻すね。お題戻します。ちょっとバカ相手にしすぎちゃうんですいませんね。皆さんにお願いでして、12月からちょっと僕引っ越し費用を貯めたいんですよ。35万円から40万円ぐらい。埼京線路線がいいかな。なんで、あ、頑張ってください。ありがとうございます。花火ありがとうございます。なんで、引っ越し費用を貯めたいので、僕も貯金していくんで、12月ちょっとご協力いただければありがたいです。ちょっと本当、目的があって、引っ越しを。僕ね、11月の15、あ、16日に、結婚のプロポーズをしたんですよ。今、お付き合いさせていただいているサイバーリカピーさんと、サイバーリカピーさんに、結婚の申し込みをしたんですよ。プロポーズをしたんですけど、そのプロポーズの返事が、昨日来まして、プロポーズもし OK だったら、指輪をね、僕がプレゼントした指輪、ペアの、指輪を返してくれって言ったんだよ。昨日、指輪が戻ってきまして、はい。プロポーズの指輪が戻ってきまして、プロポーズの OK が出たんですね。はい。見事、出ました。はい。なので、結婚をね、すぐにでも入籍したいと思ってるんで、はい、そのためにはね、そのために、やっぱり同棲っていうのは必要なので、おめでとうございます。ありがとうございます。正義の味方、ミーノ、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。で、昨日もありがとう。で、来年ね、
中旬ぐらいになる、来年の12月、多分1月のね中旬ぐらいになると思うんだけど、あの彼女も配信者として多分復活する予定です。まあその際ね、あのぜひあの応援の方よろしくお願いします。あの僕もねまだ未熟だし、まあ配信者としては一流ですけど、人間としては未熟だし、まあ彼女もね人間としても配信者としてもねまだ未熟なので、まあ陰ながらでいいんで応援していただければありがたいです、本当に。はい、あの幸せにできるように頑張ります。まあそのためにもね、自分の放送をどんどんしていかないといけないし、外配信とかね、こうやってやりたいこともやっていこうと思ってるんで、うん、結婚式ぜひ写真見せます。はい、で、そうだね、まあそんな感じですか。なんでいや、まだまだ未熟ですよ。配信者としてはさ、まあそこそこだけどさ、人間的には未熟なんで、まあ皆さんにね相談の乗ってもらう時もあるかもしれないけど、二人で家出す？あ、それとあと皆さんにご報告があります。この3ヶ月間ね、彼女と付き合ってきたんですけど、はい、今までね、そのエッチの方ねやれなかったんですけど、昨日無事ありがとうございます、本当に。昨日ね、無事ね、あの、済ませてきましたので。はい。無事済ませてきました。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。なんだって言って、すみません。すいません。いえ。で、じゃまだありまして、今度、5日に会います。5日。うん、祝開通。開通ってやめろよ、悪い目。あの、5日にも会うんでね、今度。5日会う予定です。で、7日も会うんだけど、あ、グッチありがとう。チェリー卒業おめでとう。チェリーじゃないよ、グッチ。中折れしてないでしょうね。松尾芭蕉を聞いた